突板印刷、突板印刷株式会社、突板印刷、略称、突板、突板、英語、突板プリンティング CEO、LTD、略称、突板は、日本の印刷会社である。国内印刷業界に今日、突板印刷と大日本印刷の一角で、世界最大規模の総合印刷会社である。 大倉省印刷局で、エドアルドキヨスソーニの部下だった木村円吉と古谷銀次郎が出資者を募ったのが始まり。社名の突破は創業当時、最新鋭であった同突破印刷技術、別名、エルヘイト式突印刷を前面に出すために付けられたものである。印刷テクノロジーをベースに、情報コミュニケーション事業分野、生活、産業事業分野及び、 エレクトロニクス事業分野の3分野にわたり幅広い事業活動を展開。最近は従来の印刷だけでなく印刷技術を応用したデジタル画像処理やエレクトロニクス製品にも力を入れておりカラー液晶に使用される液晶カラーフィルタ半導体製造の原場となるフォトマスクを取り扱っている特に液晶用カラーフィルタの生産工は世界首位。IC タグを用いた ソリューションサービスにも積極的。またインターネット関連では、地図情報サイトの草分けである、マピオンを事業会社化し、NTT 東日本と共に株式、会社サイバーマップジャパン、現、株式会社ワンチョンパス、完全子会社を設立した。2005年、平成17年10月、E ビジネス事業部門の元となった、コンテンツ流通配信サービス。 ビットウェイ、ビットウェイを事業会社として独立させ、株式会社ビットウェイ、現、株式会社ブクライブを設立。上記のようなデジタル技術を使い、観光客誘致、地方再生の支援ビジネスを、旅道、旅戸の名称で展開。東京、丸の内にその拠点を置いている。東京2020オリンピックパラリンピック。 競技大会オフィシャルパートナー、印刷サービスに決定。また、ラグビーワールドカップ2019のトーナメントサプライヤーに決定。ラグビー日本代表、スーパーラグビーの日本チームもサポートすることになった。1900年1月突破印刷合資会社として設立。1949年5月、東京証券取引所に株式を上場。 1961年1月、突販印刷サービスセンターを新設。1961年12月事業部制を導入。本社、板橋、下屋、小石川、関西、西日本の7事業部が発足。1965年5月、ムーア社との合弁で、突販ムーアビジネスフォーム株式会社を設立。1968年5月、下屋工場跡地に。 本社ビル、突ンビルディング工行。1986年3月新本社ビル工行。1986年7月総合研究所を新設。1997年3月、突ムーア株式会社を完全子会社化。1998年3月、突ンフォームズ株式会社、東京証券取引所市場第一部に株式を上場。 2000年4月情報系ビジネス拠点、突破ン小石川ビル竣工。2000年6月、突破ンビジョン21を発表。2000年10月東京都文京区に、突破ンホール及び印刷博物館をオープン。2005年4月米国流ポンフォトマスク社を買収。2007年10月図書印刷株式会社の第三者割り当て増資を引き受け、同社を連結し会社化。 2008年7月、SNP コーポレーションリミテッドを買収。2009年4月製造部門を分社化し、株式会社、突ンコミュニケーションプロダクツ、株式会社、突ッパ,ンパッケージプロダクツ、株式会社突ンエレクトロニクスプロダクツを設立。機能性フィルムの生産拠点となる、深谷工場を新設。2010年4月中古型 TFT。 液晶ディスプレイ製造の株式会社、オルタステクノロジーを連結し会社化。2013年4月東南アジア地域におけるセンターとしてシンガポール支社を設立。2013年10月高セキュリティ対応のグループデータセンターを新設。2014年4月国内外の南方総菜生産のマザー工場となる群馬センター工場を新設。 2016年4月透明、バリアフィルムの生産拠点として、トッパン USA, インク、ジョージア工場を新設。2016年6月執行役員制度を導入。2016年11月事業領域を見直し、成長事業領域を策定。2017年3月中古型液晶パネル製造を手掛けるジャイアントプラステクノロジー仕様、l t d を 連結紙会社化。セキュア関連、証券類全般、通帳、IC カード、各種カード、BPO、各種業務受託など。マーケティング関連、カタログパンフレットチラシポップなどの広告宣伝印刷物、各種プロモーションの企画、運営、コミュニケーション業務の各種アウトソーシング受託など。コンテンツ関連、週刊誌、月刊誌などの雑誌、単行本。 辞書、辞典などの書籍、教科書、電子書籍関連など、その他引く、教科書出版、旅行代理店業務など、パッケージ関連から軟包装材、式、液体複合容器、ラベル、段ボール、プラスチック製品、自宅充填、コントラクトなど、高機能、エネルギー関連から、透明、バリアフィルム、二次電池用関連部材、情報記録材など、 建創材関連から化粧シート、壁紙、床材、エクステリア商材など、その他引く、インキ製造など、ディスプレイ関連液晶カラーフィルター、TFT 液晶、反射防止フィルムなど、半導体関連、フォトマスク、半導体パッケージ製品など、印刷を通じつ誓ってきた技術を独自に進化させ、社会課題解決に取り組み、参観学連携により、 多様な地を結集させ、競争イノベーションを加速させていく。突般印刷が提供するマーケティングプログラムの中でも、顧客から得られたデータをもとにシナリオを作り、それを最良な顧客体験に変えていく、デジタルマーケティングドメインにフォースしたサービスをご紹介。デジタルセキュア技術と業務改善のノウハウで、セキュアな信頼の元業務のあり、を根本から変え、 新たなビジネスシーンの創出を、円。文化財の高精細なデジタル保存に取り組む。また、保存したデータの公開手法として開発した、バーチャルリアリティシステム、突般 VR が、圧倒的な臨場感と没入感のある、仮想体験として、デジタル文化財の新たな価値を創造。印刷テクノロジーを核としたその歴史における、無数のコミュニケーションノウハウをベースに、 ブランド戦略の策定から CI、6開発、コミュニケーション施策の実施支援、そして効果測定に至るまでブランディングに関わる全てのステップをワンストップでサポート。商品開発や顧客ニーズを探る調査、反則物の効果検証などに独自の生活者研究に取り組む。観光立国、地方創生の実現を推進、支援するためのスペース。 参観学の人々が集い、つながり、日本の文化、伝統を継承し、新しい観光コンテンツの価値を共に築き上げて、いくための空間。突般文球対紹介サイト、印刷とグラフィックデザインに関するレポートや、インタビュー記事などを発信するサイト。各大学ミスキャンパスが、地域魅力の創出、セルフケアキャリアデザインを通じて、 企業や自治体の課題解決を主体的に取り組むプロジェクトチーム。北海道事業部、東日本事業部、関西情報コミュニケーション事業部、関西生活、産業事業部、中四国事業部、九州事業部、直接子会社のみ記載、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。